ローリー・マクドナルドは、カナダの男性総合格闘家、ブリティッシュ・コロンビア州、ケンズネル出身、トリスタージム所属、モトベラとは世界ウェルター級王者。6歳の時に、テレビで UFC を見て格闘技に興味を持ち、14歳から、東芝 MMA で、総合格闘技の練習を始め、2005年に16歳で、プロデビュー。2007年12月15日、カタック。 カナダライト級王座決定戦で、ケイジャン・ジョンソンと対戦し、TKO 勝ちを収め18歳で、王座獲得に成功した。2008年11月28日、カタック世界ライト級タイトルマッチで、王者クレイ・フレンチに挑戦し、小勝ちを収め19歳で、王座獲得に成功した。2010年1月11日、UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、メーナー &VS。 ディアズでマイクガイモンと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2010年6月12日、UFC115 でカーロス・コンディットと対戦。前半優勢に立っていたものの後半盛り返され、試合終了間際に TKO 負けを喫した。キャリア初黒星を喫するもファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。二千十二年十二月八日、UFC オン・フォックス五で、 BJ ペンと対戦し、ボディブローを効かせる通して圧倒し、大差の判定勝ち。試合後には唯一黒星を許してしまった相手カーロス、コンディットとの再戦をアピールした。2012年12月31日、デイビッド・リーから、ブラジリアン柔術黒帯を授与された。2013年7月27日、 UFC オンフォックス8でウェルター級ランキング4位のジェイク・エレンバーガーと対戦し、判定勝ち。試合後には UFC の代表ダナホワイトからつまらない試合だったなどと痛烈な批判を受けた。2013年11月16日、母国カナダで開催された UFC167 でウェルター級ランキング10位のロビーローラーと対戦し、僅差の判定負け。 2014年2月22日、UFC170 でウェルター級ランキング6位のデミアン・マイアと対戦。1R にテイクダウンを取られるなど苦戦するが、2R 以降盛り返して判定勝ち。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年6月14日、UFC174 でウェルター級ランキング3位のタイロン・ウッドリーと対戦。遠い打撃で、ウッドリーに中に入らせず、 3R にはタックルでテイクダウンを奪い、フルマークの判定勝ち。2014年10月4日、UFC ファイトナイト、マクドナルド VS、サファディーンでウェルター級ランキング9位のタレック・サフィジーヌと対戦し、左アッパーでダウンを奪いパウンドで TK を勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2015年7月9日、リーボックとスポンサー契約を結んだ。 2015年7月11日、UFC189 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで王者ロビーローラーに挑戦し、パウンドで TKO 負けを喫し王座獲得に失敗。ファイトオブザナイトを受賞した。2016年6月18日、UFC ファイトナイト、マクドナルド VS、トンプソンで、ウェルター級ランキング2位のスティーブントンプソンと対戦し、判定負け。 2018年1月20日、ベラトア192のベラトア世界ウェルター級タイトルマッチで王者ドゥグラスリマに挑戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2018年9月30日、ベラトア206のベラトア世界ミドル級タイトルマッチで1階球場の王者ゲガールムサシに挑戦するも、ニ r ールにパウンドで TKO 負けを喫し、 二階級制覇は、ならなかった。2019年4月27日、ベラトア220のウェルター級、ワールドグランプリ準々決勝として行われた、ベラトア世界ウェルター級タイトルマッチで挑戦者、ジョン・フィッチと対戦し、判定例から1ヌドローで王座の初防衛に、成功した。2019年6月14日、ベラトア222のウェルター級、 ワールドグランプリ準決勝として行われた、ベラトア世界ウェルター級タイトルマッチで挑戦者ネーマン、グレイシーと対戦し、3から0の判定勝ち、2度目の王座防衛に成功した。2019年10月26日、ベラトア232のウェルター級、ワールドグランプリ決勝として行われた、ベラトア世界ウェルター級タイトルマッチで挑戦者トゥグラス、リマと再戦し、 判定負けで、王座陥落するとともに、準優勝に終わった。2019年12月18日、PFL と契約したことが発表された。2021年4月29日、PFL 初参戦となった、p f l にで、カーティス・ミレンダーと対戦し、リアネーキドチョークで 1R1 本勝ち。千二十一年四月十九日、PFL5 で、グレーゾン・チバウと対戦し、 1>, 1から2の判定負け。しかし、ファンの判定投票、PFL 解説人全員が、マクドナルド勝利を支持し、有効打撃数や、テイクダウン数でもマクドナルドが大きく上回るなど、物議を醸す判定となり、マクドナルド本人も試合後記者会見で、ハードな試合だったし、グレーゾンのことはリスペクトしているが、試合は明らかに自分が勝ったと思うと語っている。 2021年8月13日、PFL7 のウェルター級トーナメント準決勝で、レイクーパー3世と対戦し、0から3の判定負け。ありがとうございます。